ありがとうございました。これヒラスですね。
たの。これヒラメ。そうですね、味とかもな。腕なんて書いてるんですか。あ、これ魚竜で自分の名前が入っとるだけ。魚と良太郎って言うんですよ、当て字で。
これマグロですね。マグロですね。コシナガマグロっていう。むちゃくちゃ脂の音ですよ。
買わない限定、まあ、それなりに仕入れるけどね。今の時期は何が美味しいですか？まあ、今からフグとかもう冬の食材にも変わっとるけどさ、まあ、ブリ系だよね、タラとか、まあ、そこもんが出てくるけど、あと今からヒラメとかもなるよね、冬場になると。だから今作り用分は業者卸し、うん、あの寿司屋さんであったりとか、あと料理屋さん、うん、それが終わったら今度は直売所の魚を作って、まあまあそんな感じで、あとは二階と江ノ丸の魚を準備するような感じで、ここら辺のは直売所に出す魚。きれいに作っちゃうのかね、これから見て美味しそうやなって思う。で、うん、いたごと、うん、これお客さんに売るやつ、一番で欲しいって言ったら、そうそうそう、うん、コーヒー飲む、安いの俺61、初代がおるよ、うちの親父が増田鮮魚店っていうのがあって、もう本当の一般のあの氷の魚屋さんって会社にしたよね、うん、法人にした。今この飲食店さんもされてるじゃないですか、これはいつからされてるんですか？5年ぐらいかな。その前はね、そこにテント張ってしょったんやけどね、それが1年ぐらいしたかな。で、江ノ丸店の方はもう15年ぐらいになるね。もともと飲食経験は社長あったんですか？ない、もう全くの魚屋だけど、あのいろいろしたよ、寿司屋もしたしラーメン屋もしたし、なかなか素人がパッと入ってきてできる仕事やないっていうところでは、まあ職はいつまでもあるとは思うけど、ただやっぱこの業界に入ってくる人は少ないやろね。汚いって言い方はまた違うけどね、冬場になれば寒いし朝早いしね、なかなか難しい仕事と思うよ。それはもう接客業全般に言えるのは、やっぱお客さんからさ、美味しかったよとかさ、また来るねって言われるのがやっぱ醍醐味やない？うん、ここの店の魚やないとダメとか言われるのは、やっぱそれが嬉しいばっかりに今まで続けてみたいなもんやろ。お客さんからのその一言が励みになってからみんな続けとんやろうと思うよ。まあそれに利益が絡んでくるとかやけね、そこでからまあなんとかやっていけるんやったら、まあそれ励みにしようやね。4時に出てきて、だいたいここある程度片付いたら10時ぐらいに向こうに入る。向こうは向こうで人間が朝入っとけね、で向こうの準備しておけ。まあうちは人がおらんけど、とにかく自分が一生懸命頑張る。募集中です。宣伝しとって YouTube でも。けどこれは少ない方なんですか？もう全然今日は少ないです。これマグロの頭肉、頭、本マグロ。白い毛、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 白い毛
番、はい、雲行け、頭行け、さあが、はい、後行け、動画、記号は向こうが先よ、1、2、6が1枚、はい、雲行け、頭行け、はい、後行け、動画、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 昔よく分かりやすいけどね、不調っていうのがあったから、他の人に値段が分からないようにしてる。どんどん下がっていくんです。一個は下げてる。自分で競りたい値段を言って、はい、お客さんがその値段に合えば買いますっていう。本当は1000円で仕入れてきた品物でも、はい、これが2000円売れるなと思ったら2000円からおらんで、お客さんがそれに値段が合えば買うっていう。福岡北九州の大きい市場と地方卸売市場との、まあ、違い、数字の競り用語が各市場で違うっていう。3はこっち行け、36番が1枚、ファヤトリケ動画行け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 、ファイコも行け、白口の子も行け、ヒモノが1面は10番が1枚、あと2つ残り行け、動画行け、ファイロッカはい、ケースから行きましょう。はい、その下に書いてある。ヒラメの2尾、泳がしてですね。はい、行きましょう。はい、ここ行って、これ天然ヒラメが1年差別で5倍、これも行けに、向こう行きましょう。吉野さん、小さいって言いながら買うね。ヒラメ。ヒラメですか、うん、天然ヒラメ。天然やけ、バッチリよ。今日何にして出すんですか、これは。お刺身。私、うん、パイテン、はい、パイテンはこっち10番と64番、ね、3番、3番、3番、はい、80番が2、4、5、はい、あら、あら、ちょっと上がっちゃった、高級海賊でしょ。それはカットしとってる、大ぶりが来ます。やっぱでもそういうのもあるんですか。あら、しょっちゅう海賊ないやっぱね、できるだけ安くなると思ったらは、やっぱこれだけ人がおるけね、思いが違うけ。はい、そう。はい、雲行け、頭行け、山口の明太。はい、雲行け、頭行け。動画いってって。はい、後行け、動画いってって。はい、後行け、動画いってって。3000両はこっち行け、行け。70番が1枚、あと2つ残り行け、動画いって。はい、後行け、動画いってって。お仕事は何ですか。魚屋。お魚屋さん。野菜屋。それと、コンビニ。魚を見てある程度値段が自分の目で見て決めて、あ、これ3000ぐらいね、まあ、呼び方が一応あの12345で呼び方いろいろあるんです。リャンが2なんですよ、はい、で天は3なんです。まずはそこを多分一番最初に覚えると魚屋も一番見ていくっていう、まずはその符号からみんな覚える。一般の人に見られてテレビとかこういう風に取材があっても、あ、例えば2800円で通ったら結局魚屋さんがまあかけて売るじゃないですか、ったらそんなに安いのにみたいな。でバレんようにして、原価がバレんようにしとんじゃないですかね。スタートの値段とか決めるのも結構難しいんじゃないですか。そうですね、だけどもうそれはもう競り人次第ですよね。もう競る人がパッと見て、もう大体これぐらいねとかね、まあ、今日見たら少ないけどちょっと高いよねとかね、まあ、あとはもう感覚ですよね。うちの会社でもこう競り人の指導って結構もう難しいところあって、これは何て言うんですかね、感覚をちょっとつかむ、もう教えてマニュアルがあるわけじゃないけ、もうだけどなかなかやっぱ後継者が育たんみたいなところあるっすよね。はいっていう時あるじゃないですか、あれは、あれはもう単なる掛け声、気合い入れようだけですよね。自分自身にも入れようし、まあ買い手にも気合い入れて、これぐらいで買えよう。この競り始まる前ってやっぱちょっと気合い入れたりするんですか。そうですね、ある程度やっぱ今日少ないねと思ったらもう少しでも高く売らないけんねっていう、やっぱ心構えはあるし、逆に言うと多い時は、あ、もう今日売れんけんって飛ばしていかないけんねと、もう安く売らんでどんどん流れよくしていかんと、結局途中で詰まったりすると帰って売れんことになるんで、まあ、流れよくどんどんいくようには自分は心がけてる。それもみんな競り人次第です。ここの市場はどんな特徴があるんですか。
地元芦屋とか金崎とかの海が近いんですよ。だからやっぱ結構新しいのが地物は来るんですよね、地魚は。今日はもう四季なんで全然ないですけど、いつもはもう例えばもう来た時にまだ動きようとか泳ぎようとかそういう状態の魚が結構来ますね。イカなんかでもこう透明のまんまとか、まあ、そこがここの特徴ですよね。これクロダイやろ、これがブリやろ、網のヤリイカが2つと、でこれはハトだ。今日はどうなん、そこそこみたいな。いやいやいや、もう今日少ないね、もう一度魚も風が吹くとダメね、雨より風の方がダメね、波が立つけ。昔に比べるとはるかにやっぱ湿気が多いもんね、今やっぱ天気がよ、ほら異常気象みたいにやっぱ風が強いや、低気圧ってもう台風みたいな吹きや。刺身どんな風かな、ある取ってないですね。うなぎなんか黒いく黒、2本いこうか、2本、はい、1本先達。そうやね、魚の字でこれはあの煮付けにした方がいいとか刺身にした方がいいとかいうのがあるよね。あと鮮度とか魚ね、こう肉屋さんみたいにこう安定供給じゃないけね、毎日に市場出てきてみらな、何があるかわからんし、鮮度もさ毎日に変わるやろ。だからやっぱその都度考えてから、空っぽからのお魚が来て、それを今荷受けして並べてます。これはこれは寒くないなんだ本当。やっぱもう一番目ん玉とエラーでしょ、はい、このエラーのこの赤さとか、もう新しいやったらこう赤々しとするね、こんな、はい、で古くなるとこれがねもう黒くなったりする。全部いきますよ、はい、どうぞ、あと5万年後パー、あと3回転パー3倍あいてパー、あいてパーあと1個だけ行こう、あいこれも行け、これ東海は10万が1個、これ半島が1個だけ。カツオ、それからアラカブ、明太、天然の鯛、あとは天然のヒラス、これだけ何キロぐらいあるんですか。これ何キロかな、8キロ。8キロ、青もん系はやっぱ当日の当日やね。でまあ、白身とか明日に仕込めるものは明日に回す。
一番脂が乗ってるところですね。こっちが赤肉の方なんですね。買うからなくなった商品がね、お刺身種類をいろいろ買って、味はね、やっぱり新しいから全然違う、甘みがある、お魚のね。いや、これも美味しい、これ。これ入っとう、あんたいるやん。ありがとうございます。ここ入っとうけど、これ買って、タコ。これカレー。カレーのね、マコ入り。煮付けにする方が好きって。ここっていうカレー。私、唐揚げが好きなんやけど。お客さんの要望で。ありがとうございます。食べました。はい。
エビフライ。まあ新人や新人、まあ10年ぐらいかな。したら64。昔から和食をやってるんですか？そうそうそう。何歳からやってるんですか？18からずっと大阪で。大阪で。何ですかこれ。崩れせんようにな、角取ってみよう、見直すだよ。
話して、今度は10時半からお店の上に基本客があれする。これ買って、こっちにして、あ、大丈夫です。ちょっと確認させていただきますね。実は。Thank you.
しゃい。地魚丼って何が入ってるんですか、はい、今日はですね、ヒラとタイとサーモンとヒラメとカツオとフグの6種類ですね。それは毎日変わるんですか。変わります。今日ちょっとアジとかがなかったんですけど、アジが入ってるとか、なんかいろいろあります。はい。5番のお客様。すいません、お待たせしました。はい、こちらが大盛りです。ここからガリ、わさび、小皿、下にアラの骨取り皿ございます。ご自由にご利用ください。いらっしゃいませ。最高です。タイの出汁が効いて美味しいです。はい、どうぞいらっしゃい。はい、すみません。番号札10番、11番でお待ちのお客様をお待たせ。すみません、そして追加で一つお願いします。
5番刺身定食でお待ちのお客様、お待たせいたしました。パリわさび小皿、下にアラの骨取り皿もございますので、ご自由にご利用ください。やっぱこの値段でこんだけの種類があるというのはなかなかないでしょ。うん、北九州は比較的お刺身とかがあるので、この値段でこんだけ揃っているところはなかなかないですよね。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかったね。はい、満足です。はい、また来ます。また来ます。番前後して申し訳ございません。番号札14番。わさびこざらご自由にご利用ください。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません。どうぞごゆっくり。これがテレがついてきたらいいよ。番号札15番荒滝定食でお待ちのお客様、お待たせいたしました。はい、お預かりいたします。ご飯のおかわり可能ですので。はい、どうぞ。いらっしゃい。
お店はよく来るんですか？とこどこですね。1週間に1回ぐらいです。なんか口に合いますね。ここ来てから他のとこあんまり行かなくなりました。やっぱりなんか新しいのと、なんか開放感があるですね、ここで食べるの。ご自宅とは違いますか？あ、違います。こちらの番号でお呼びいたします。お待ちになってお待ちください。ここはあのリーズナブルで美味しいだからいいですね。兄さんお味どうですか？美味しいです。最高です。ごちそうさまでした。荒炊き定食のお刺身お願いします。会社か、うん、これぐらいしかない。誰のね。
上からの明日また上からの、いや今楽しい、うん、これしたあれやったら上力なんだ、うん、いや、上力いいかもしれないね、上力はやっぱり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 